こんにちは。ヨガインストラクターの椎名真理です。今日はヘッドスタンドの練習をします。ヘッドスタンドで一番大切なことは、お腹に力を入れることと、足をキュッと寄せ合うことです。それではやってみましょう。まず手を組んで、一番下の小指を中へ入れ込みます。肘から指先までをまっすぐにして、肘はだいたい肩幅ぐらい。この中に頭を入れます。一番バランスの取れやすいところを探して、そのままバウンド。お腹に力を入れて、肩と耳を遠ざけます。そのまま少しずつ歩いて、お尻を上へ持ち上げます。片足ずつ上げてみましょう。この状態でバランスが取れるようになったら、次は膝をゆっくり上げて、足と足を寄せ合いながら膝を伸ばします。今度は降りる練習をします。膝をゆっくり曲げて、その膝を胸へ寄せます。そのままゆっくり降りて、チャイルドポーズ。練習の合間に休むことを忘れずに、初めのうちは力が入るポーズだと思うのですが、何ヶ月か続けていくうちに力がどんどん取れていきます。それでは楽しいヨガライフを。